今朝ですね、朝、夜中と言えばいいですか、3時ぐらいに、北海道で大きな地震がありました。こちら、神奈川の方でも、スマホでね、警報が鳴ったので、目が覚めて、テレビで確認しました。そして、昨日まさにこのカメラ、手に入ったんですけれども、その第1回目の放送が、北海道の方々のための30分朝8時台ですねに、放送して、そちらのチャットの方で何らか、SNS 代わりにならないかということで、今チャットも動いてるんではないかと思います。そしてジャン君は 甘えています。よいしょ。昨日ですね、マオイママさんのマイク、それから高級な、型番としては一番いい、カメラが、我が家に届きました。テストも、大体済ませて、今日は臨時放送みたいな形でやりましたが、そちらでも動いています。ただ、今度はですね、このカメラのスペックが高すぎて、今ノートで放送しているんですけれども、少しカクカク動いているようですね。画角が広いんですね、これ。画角というか、まあフルハイビジョンのカメラですので、そうね、まあ徐々に慣らしていこうと思います。それよりも今日またお昼12時半からですね、生放送をしますので、そちらの方では、カメラの自慢よりも北海道の方の、被害、並びに困った方々の手助けになるようなことに、使われると思います。ジャン君はやはり甘えています。巻いてます。ぐるぐるいってます。ジャン君、北海道の人大変なんだよ。